三好の三味線エンジン。こんにちは、三味線プレイヤー三好です。三味線エンジンスタートです。さて、先週ホテル日光新潟ディナーショー、たくさんの方にご来場いただきましてありがとうございました。ものすごく盛り上がりまして、アンコールは2回ダブルアンコールをいただきましてありがとうございました。そしてホテル日光新潟協賛いただいた桐水酒造株式会社様、本当に皆さんたくさんお酒とお料理を楽しんだみたいで、翌日二日酔いのメールがたくさん来ました。それぐらい楽しかったということで、大成功のディナーショーでした。ありがとうございました。さあ、いよいよ4月スタートになりますけれども、4月23日リトピアコンサートホール、今年初めての大きいコンサートを予定しますので、詳しくはホームページ概要欄貼っておきますので見てください。4月23日津軽三味線全国大会チャンピオンの鈴木敏恵さんと2人で三味線のスーパーセッション、究極のバトルセッションということで、三味線の王道を2人でやってみたいと思います。鈴木敏恵さんは叩き三味線の演奏家なんですけど、僕が弾き三味線のプレイヤー、まあ、最近僕弾き三味線だけじゃないですけど結構叩きますので、まあ、流派の違う2つの三味線がどのような合奏ハーモニーを繰り出すのか、しかも即興でほぼやっていこうかなと思いますので、そのライブ感ギリギリのせめぎ合いみたいなのを楽しんでいただければと思います。4月23日リトビアコンサートホール、午後1時開演、料金はなんと全席自由3000円。皆さん3000円です。安すぎる。この2人の演奏が3000円で聴けるということで、チケットを早めにお求めください。こんにちは、津軽三味線奏者の鈴木敏恵です。今度4月23日に新潟のリュートピアにて、文吉さんにお声掛けいただいて津軽三味線の演奏をご一緒させていただきます。文吉さんとは京都、新潟、名古屋、そして私が住んでいます大分県別府市で一緒に演奏させていただいたことがあるんですけれども、結構お客様から言われたのが、同じ津軽三味線っていう楽器ですけれど、弾き方が全然違うので、とてもその対比が面白かったというふうに言われました。私の弾き方はどちらかというと、こう叩きつけるような力強い演奏なんですけれども、文吉さんのこう繊細な美しいメロディーを奏でるような弾き三味線とのこう対比といいますか、違いを楽しんでいただけるコンサートになるのではないかなと思っています。では4月23日に新潟でお会いするのを楽しみにしております。もう一つ告知がありまして、4月の7日今年初の三味線フロンティア決定しました。三味線フロンティアの今年最初のゲストはこの方、菊水酒造高沢大輔社長にお越しいただきます。そうなんです、4月23日このコンサートの日に合わせまして、いよいよ文吉のお酒が発売されます。4月23日文吉の三味線を聴かせたお酒発売決定です。その詳細を4月7日に高沢社長とこの場所で発表したいと思いますので、4月7日の三味線フロンティア午後7時からチェックしてください。生放送でもちろんお届けをしようと思います。その時には文吉のお酒の全てが紹介できるのではないかと思います。よろしくお願いします。はい、三味線エンジンでした。ありがとうございました。チャンネル登録してね。